どうでしょう。次は性別ってあるんですけど、性別ってこれ宗教用語？いや、まあ宗教用語ってほどでもないですけどもね。うん、どんなことを表してる？性化する、性的区分けするという、そのまんまですけれどもね、しか言いようがないですけど。で価値観の固定化と儀礼的な制約と書きましたが、シンボル自体が、結婚式を執り行う司祭というものですね。思い出した、性別って何があるかというと、例えばユダヤ教だと公社っていって汚れたものとそうじゃないものって分けて食べ物をやったりしますよね。儀式化された豚肉しか食べちゃダメとか。公社公社ってなったと思う。カシュルートってやつですか。マックでもね、一時公社によって性別されたなんだろう、ソーセージを使ったホットドッグですよ、出たりしたよね、一時。あれユダヤの企業なの、マックって。マクドナルド違う。違うんだ。ユダヤじゃないと思う。じゃあなんで公社って出したのかね、ちょっとわかんない。ユダヤの企業だったら、例えばだって、そもそもそういったものを使わないと思うんですよ。そんな、例えばチーズバーガーとか、ご飯とじゃないですか、乳製品って。あ、乳製品ダメなの。乳製品と肉を一緒に食べる。ああ、そうなんだ、ユダヤだったらね。まあ、そういうの別にしても、性別っていうのは価値観の固定化と儀礼的な制約ってありますけど、ここでも出てるね。ですね。制約がで、生産的な対人関係の儀式化と気になったのがありますけれども、まあ、そうやって17度で巣作りをして、自分の居場所を固めていったんで、責任を果たすようになったというような、いわばすごく狭いね、さっき麻薬の話をちょっと引き合い出して出されていましたけど、責任を取る範囲内っていうのを固めて持ってったわけですよ、作っていったわけですけど、じゃあ今度はどうなっていくかっていうと、じゃあ少ない人数の世界かもしれないけれども、そこにこう文化的な社会的な背景っていうのをこう見出して、で他の世界とは違うんだよっていうことを識別するんだ、区分けしていくというね、そういった世界をこう一つ構築していくような、そういう動作だっていうふうに、自分一人だけじゃなくて他者も中にはいるって考えるもんね。仲間というか、身内というか家族と言ってもいいです、いろんな意味合いのね、この中の人たちは一定のルールによって共通項があるっていう考えるんだ。そういう中で、それがまさに儀礼的であるし、その関係がね、でその中にこれが自分の仲間だよ、ファミリーだよっていうような身内だよっていうところに、一つ一定の価値観の共有があるわけですから、そこに価値観の固定化っていうことをちょっと書いてみたんですけども、でもってそれが他の集団とかよその世界とか社会とかとはちょっと違うよという一つ区分けをして行っていると。で中には非常にリチュアルなものが、リチュアル、儀礼的なものがきっちりとあるよ。私ね、これ有名人じゃないから皆さんがどこまでイメージできるかわかんないんだけど、前に一度ね、仕事で一緒になった方で、その映像作家の人と仕事したことあるんですよ。でね、最初会った時すごいね、丁寧な方で、いわゆるなんていうのかな、こうカニ座の温かさみたいなのを感じたわけ。でしかもその頃サビアンやってたけど、結婚式を執り行う司祭ってあるから、そういう儀式的なものを非常にうまく扱うコミュニケーション能力が優れた人なのかなぐらいしか思ってなかったんですよ。だからこういう外と内側、身内を大事にして外ちょっと違うんだよねみたいな固くなさがあるとは思わなかったわけ、でも仕事やっていくうちにすごい細かいんですよ、あと感情的な、そのなんていうのかな、行き違いに関しておざなりにしないわけで、なんで北原さんはここでこういうメールを送ってこられたんでしょうかとか、でなんかその考えに至るに至った背景を説明してくださいとか、途中ですっごいやりづらくなってきちゃって、私より厳しいですよ、厳しいです
でね、なんかすごい親切そうなの、なんでそうなっちゃうんだろうって途中で思ったんだけど、この度数の説明聞いた時、ああそういうことだよねって思いましたよ。だから彼の固定化された価値観の中に完全に私がダイブして飛び込んで一体化しないと嫌だったんだろうなって、ね、そうでしょうね。その中でこうちゃんと、ね、儀礼的にきっちりした人間関係っていうのをね、作って、ルールにのっとってね、やんないと、その彼はもう納得しないし満足しないっていうところですね。でもね、その代わりこの人はね、あの沖縄のなんていうかな集落みたいなものとか、あの山野っていうんですか、あの労働者たちが集まってる場所みたいなところのドキュメンタリー撮ってるんですよ。でそれは非常に生き生きとかけてるわけね、それはこの人の中でのまあね、直接関わってるかどうか別にして、ある種のなんか価値観固定化された世界がビシッと決まってたんだろうねって思うんですよね。そういったあの、まあ、いわばなんていうかアウトローな辺境な人たちっていうのに、そこで生きる人々に象徴的なね、これ鈴木さん書いた原稿だけど、私思うんだけどね、そこで生きる人々の生に触れてないと思うわけ。そこで生きる人々をに象徴的な意味をね付与して、でそっちの方になんか肩入れしてるんだろうなと思うんですよ。 なるほどね。だから私頭に来たの、なんかお前は私を見てないだろうって、仕事してる生の北原を見ろよとなのにあなたはこっちのことばっかり考えて、今現実に起きてること考えてないんじゃないみたいな、なるほどね、面白いね。そういう怒りがあったわけですよ。割と今そのセリフは言いたいな、俺。ああ言いたいですか、ね、だから象徴的な意味に付与されるものにあの凝り固まりすぎるとそういう出方が出る度数なのかなとちょっと思いますけど。なるほど、大変今の面白かったね、なんかちょっとあの留意が下がりました、今言った言葉でちょっと誰かさん軽くディスってたりするんですけどいやなんか私の方が逆になんか天つばしてねえかなとかって思いました、思って今ね、すげえ 生のそうね、だからカニのねやっぱり暑苦しさというか始まる時に息苦しいなってちょっと思っちゃったのは、その価値観固めすぎるとやっぱり人を排除しちゃうって方には出るんでしょうね、コミュニケーションがね、まあ、実にそうでしょうね、それがちょっと辛いなと思ったりするけど、じゃあ有名人も行ってみますか、ここは誰がいるかな、今の流れでも、まあ、そのまんまバチリバツじゃないかっていう感じで、戦国イエスですね、まあ、戦国イエスね、これご存知ない人もいるだろうから説明してください。はい、線を描けない、はい、何になっちゃったか木星じゃないですかそれ。そうそう、木星戦国イエス通称ですよね、これはね。ですね、本名が戦国、戦国武吉って言うんですか、武吉、はい、この人はどういう人なんですか。まあ、宗教家ではありますね、でイエスの箱舟という、まあ、信仰宗教団、信仰宗教なんだですね。それはどんな教義なの。で、まあ、キリスト教の教え、キリスト教系とは言えますけども、そもそもはその聖書を読む勉強会みたいな、箱舟これだっけ、違うね、型ですね、方向の方ですね、聖書の勉強会みたいな、まあ、そもそも非常になんか貧困であったりとか、不遇な生い立ちをした人のようだったんですけど、でそんな中でその聖書を勉強するような機会を得て、でそれをこう割と近いところの人たちにこう広めていって、人と集まって読書会を開いてたりとか、そんなことやってるようなのが始まりだったみたいなんですけども、いかんせんなんかそれがね、こう非常に例えば水商売の姉さんであったりとか、そういった人が多かったりなんかしちゃったりなんかして、でもって非常になんか、セックスカルトのようなね印象が言われてたり、集めた信者の女性たち多かったんですか、男性は、女性が非常に多かったっていう、セックスの関係はあったの？でなかったっていうことが言われてますね。非常にただ親しまれてるおっちゃんっていうふうに呼ばれたっていう感じでしたよね。なるほどね、じゃあそれがカルトだからセックスもしてるだろうとか、ハーレムみたいだっていう批判があったわけ、そういうふうにもう当時はかなり多くのマスコミがバッシングしてたっていうのがありましたよね。なるほど、今
今はなんか九州かなんかで、ね、活動してるのかな、そうですね、まあ、うん、一時期そんだけバッシングされてたけれども、うん、まあ一部例えば三年前日とか、うん、もうしっかりとその辺の報道をつぶさにして、うん、まあ、誤解は解けたっつっちゃ誤解は解けたんでしょうけどね、そんな風にこうね、うん、限られたごく少数人数の中で、うん、まあ、こうかっちりと通用するような、うん、しかも儀礼的な感じっていうのがね、人間関係っていうのは、まあ、あれだね、ここまでこの度数だったらセックスはないだろうと思いますよね、うん、だって儀礼が一番大事なわけだから、うん、そうですね、うん、あの新興宗教でよくある途中で教義が変わったりとか、教祖に都合よく変化していくってことはなかったのかな。なかったと思いますよ。あんまりよくね、存じませんけども、しかも司祭って入ってるもんね、うん、自分がその、うん、その自分が神だなと、まあ、もう まさにないわけで、うん、その聖書の勉強から、怖いですね。だってイメージがその当時の記憶はあんましないけど、うん、新興宗教のカルトとしか残ってないですよね。ね、みんながサビは学べばいいのにねとかって。いや、そういうことよりもそれは報道の問題だからね。そっか、それが出てる人ですよ。ですね。ですね。あと性別って言えるよりっていうよりも、その自分の周りの環境とか、ね、そこの人々に象徴的な意味を見出すって意味ではブルーストなんかもそうですよね。マルセル・ブルースト、はい、まあ、1個しか知んないけど、あの失われた時を求めて、まあ、あれだけでいいよね、まあ、普通それだけしか知りませんよ、ね、私もろくに全部なんか読んでないですよ、ね、読んでない、もう途中で飽きちゃって、なんでかと自分のね人生の起きたことも逐一ずっと書きつないでてるだけのなんか本みたいな人生と何つうかな、そこで生きる人々についての記述ですよね、うん、日記の膨大なものだと思っとけばいいかな、うんあれがなんであんなに名著ってされちゃったんだろう、もうどうかの膨大に膨大なんか面白いからじゃないですか、こんなね、紅茶とマドレーヌみたいなことダラ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 書いてたりとか、だからここに生まれた人ってその人の価値観にピシッてはまらないとか分かんないだろうな、その魅力みたいなものが、なるほどね、だとはまる人ははまるんでしょうね、ちょっと新しい解釈出ましたね、20度いっちゃっていいかな、20度いってみましょうか、はい、よいしょ、ここで動作的なレベルが終わりますよといった修正、それか使わない、確かに第1のレベル動作的の総括として、うん、文化的環境との祝祭的な合一と、うんうん、祝祭的、祝祭的、これ一つキーワードですね、うん、お祭り騒ぎってこと、そうです、シンボルがセレナーデを歌うベニスのゴンドラの船頭たち、オペラ歌手じゃないね、これ。なんか失敗しちゃった。なんか歌わせようと無理やりした。そうそうそう、こっちだ。漕ぎながら歌ってるぐらいの感じで。あれ、カンツォーネとか歌ってんの？ゴンドラの。セレナーデっつってて。セレナーデか。カンツォーネって感じするけどね。うん。ってんじゃないですか。自分ですね。キノートが、うん、慣習への順応と社会的統合と、うん、個統合の倍音としての幸福、うん、倍音としての幸福って何なんですか、ね、倍音、うん、オーバートーンですけどもね、うん、英語で言えば、うん、レゾナンス、共鳴する音ですよね、あ、はいはい、うん、共鳴、響き合う、うん、響き合うというか、ね、うん、そういうことで、うん、まあ、度数の意味から言うと、うん、から言うとじゃねえな、度数の意味は何かというと、その19度で見られたようなその、うん、まあ、限られた人間関係の中でこう、うん、価値観をこうやってね、うん、作り上げて環境を成果していく、性別していく、うん、で象徴的な意味っていうのを見出していくと、うん、それを受けて次には、うん、じゃあその、うん、まあ、クローズドなね、はい、狭い、人間関係集団であるとしても、うん、そこの中で自分とその周りの環境と大変こう
一体感を、うん、祝祭的な、ね、一体感っていうのを覚えて、うん、非常にハイテンションで盛り上がっていくというような、うん、そこにそういう喜びを見出すような度数であると、うん、なるほど、そんな風に、あるフェーズかな、うん、でも小さい空間が出来上がっちゃったらその中ではまたもう一回爆発的な、 なんか喜びが盛り上がってるってことなのに、爆発っていうことでもない、そんなにでかくもない、うん、ないんだこのレベルこのレベルないと思う、うん、で監修への順応と社会的統合の倍音としての幸福、うん、だから、うん、こうその順応する自分のねそのクローズの世界の中での規則とかにそうやってなんか、うん、とにかく乗っかる合わさるっていうことね、うんうん、でそれそこで一つこう、うん、自分が社会人であるっていうこと、うん、組織人であるっていうことをこう統合的に、うん、まあ、成長するわけだけれども、うん、でそれの上になるものと、うん、鳴り響くものとして、うん、幸福という ね、うん、あそういうものがあると。じゃあここハッピーゲーな度数ですよね。大変ハッピーゲーじゃなくてハッピーですね。ハッピーなんでね。じゃあそういうのを表していくと2着ですか。はい、うん、歌が好きとかそういうのはないの。うん、まあ、歌が好きか。ここの人が、はい、歌は好きでしょうね。好きでしょうね、そういう人一人いたわ、うん、ということでご紹介いたしますけど、わはは本舗の梅垣義明さん好きな人も多いだろうね。歌私も大好きですけどね。あ、そうなんだ、なんでなんでって、面白いからです。わははは面白いよね。うん、梅ちゃんはまあってね、うん、ちょっとまあこの動画出ますよね、うんうん、まあ、鼻に豆突っ込んで飛ばしてたりとか、うん、おむつに一生懸命突っ込んでみたりとか、うん、そんなバカなことばっかりやってますけども、うん、もともとはね、うん、あのシャンソン喫茶の銀パリとかにずっと通い詰めてたぐらいのシャンソンファンの人ですから、ね、うん、あ、シャンソンファンなんだ、歌ってたわけじゃないのね、うん、へで、うん、ただまあファンでもあったから、うん、でそれ自分でも歌うようになったのがああいう芸風になってったわけじゃないですか、うん、なるほど。なんか結構音楽的には面白いですよね、うんうん、なるほどね。ちょっと見てみますか。音がちっちゃいかな。今度遊んでいくんだったらこれやっぱ飛んでいかないと。今度遊んでいくんだったら昨日初日オープニングお祭りマンボウで昨日来てるお客さんがいますけど、全員豆がないから無くなりました、うん、なぜか掃除が大変だった。あと歩くの足の裏が痛くなりました。なくなりました。歌の部分見ますか。ちょっと飛ばしましょうね。この祝祭的な喜びっていうのがね、そこにだからゲイだから、ゲイっていうのがこう、うん、賑やかで楽しいの意味じゃないです か、うん、だからそういったところに非常に、うん、親和性が高い人たちかなと思いますけどね。あ、祝祭っていうのが大事なんだね、うん、もうまさに祝祭的なんだね。もうこれまさにこの度数だなっていう、それでやっぱりこう役柄じゃなくてもともとシャンソン好きだったっていうことがある。ものすごくそれも強い、さっき言ったなそういう前振りをしたわけですよ。
今理解した。あのなんかこう、ね、バカバカしい下品な振る舞いっていうのをなんかやるね、うん、体張った芸なんていうことを、うん、なんか得意げに言うね、うん、芸人さんがいるんですけれども、うん、彼らにそのなんか足りないのは、うん、音楽的な感性と、うん、あとこういう色彩的な盛り上がりなんだよね、うん、やっぱ好きじゃないと分かんないよね、出ないこういう風にならないんだよ、うん、だからね、そこが、うん、あの全然違うな、うん、私藤井隆も音楽的ななんか資質はあると思うんですよね、あのホットホットの人ホット、あなんかあとなんとか賞やってたじゃないですか、なんだっけ、なんとか賞、藤井さんのなんとか賞、あのイギリスのなんか、うん、カツラかぶって外人のふりしてやってるやつ、 あのマシュー、マシュー、マシュー TV 賞、マシュー、うん、マシュースイートってやつ、うん、面白いな、ちょっと前なんですね、うん、なるほど、じゃあこの辺りで一家の梅崎さんで ね、じゃあお休み取って21度行きますか、はい、21度は鈴木さんが非常に50分でも60分でも語りたいと思うんです、はい、やっぱ楽しいです、どういうのよみたいな